ニット・アルベスは、アンゴラの政治家。1975年のアンゴラ独立に伴い、内務大臣に就任したが、アルベスは、アンゴラ解放人民運動内でも真相派であり、初代大統領となった、アゴスティニョ・ネトとは、外交政策をめぐって、路線対立をきたすようになっていった。ネトは、非同盟、社会改良主義、多民族共存路線を施行したプラグマティストであったが、 一方、あくまで社会主義路線にこだわったアルベスは、アンゴラ国内に、ソ連軍の基地設営を求めた。1977年2月アルベスは放訴し、第22回ソ連共産党党大会で来賓の一人として、演説した。しかし、その後の権力闘争に敗北したアルベスは、同年5月21日に MPLA を追放された。アルベスと。 彼の一派はクーデターを起こし、事態を一挙に有利に運ぼうとして、刑務所を襲撃し、首都ルアンダのラジオ局を一時占拠したが、キューバ軍の支援を受けたアンゴラ軍によって、ラジオ局は脱回された。アルベスは敗北し、アルベスの一派数千人は逮捕され、約500人が殺害された。ネト大統領は、これを機に党内を自破で固め、 1979年9月、ネトの死後、MPLA 党内は、さしたる混乱がもなくジョゼ・エドゥアルド・ドス・サントスに、受け継がれた。ありがとうございます。